姿形も純人と色だから惹かれ合うの。夕暮れ空に指をそっと重ねたら、はじめまして、君をもっと知りたいな。それ書くか。ちょっと待って、ありがとう。実はイベント終了なんですよ。ちょっと待って待って、そっか、22時までイベント参加中だ。わかる。まあもうサーバル大好き。やっぱめっちゃ可愛かったサーバル今日。あ、サーバルやと思ってテンション上がっちゃった。サム4ですか？7対0なん？知らんかった。そうなん、今サムライジャパン買ってるんですか？でサバサンド、ユウヤくん、ユッキー、ヴァンパイア、クマ太郎、マッチ、ミロ、サラサ、ケンザブローさん、ミャミャミャ、ツッチ、オジオジ、ロンド、ミャミャミャ、タンタラランラン、ありがとう。エジさん、誰か拾ってにゃ、ヒコイチ、トロロン、ユッキー、ルンルン、シューティングスター、ありがとう。阪神優勝、トムことね、マッチ、クッキー、ありがとう。アッシュ、なんで？あ、そうそうそう、つかさ、つきひろ、マ31、エジさん、フリフリ、ありがとう。おお、ハムちゃん、ほんまに来てくれた、今日も。ロンロ、クッキー、ありがとう。シーちゃん、ナーチュラルさん、タッチン、エジさん、誰もありがとう。キャズエビ、ゴドネも、クッキー、ありがとうね。サムホーですよ。ハムホーじゃないですよ。マーチャ、ハート、ありがとう。つきひろ、クッキー、ありがとう。いやー、ちょっと今日疲れたな。ね、日本の4番、どこの選手やろな、言うて。昨日、紅林選手、4番のタイミングあったよね。太一郎、こんばんは。それだけ知ってんねん。ハムちゃん、シューティングスター、ありがとう。なあ、あの、昨日4番やった選手、あれ、オリックスの選手とちゃう？もしかしてやけど。なあ、もしかしてやけど、ありえる話やな。そうそう、ありえますわ。ドンちゃん、こんばんは。松村さん、誰もありがとう。9対0なってる。イエーイ。つよつよだ。激つよつよです。発表された話、見た？私の SNS。まあ、多分みんな見てくれてると思うんですけど。そうなの？どんちゃん、バラ、ありがとう。あ、そうなんや。うん。ね、グレバイス選手、いい仕事してた。ほんまに。4番ですから。そうそう、見ましたか皆さん、真島さんの。そうそう、ちょっと今この携帯で配信してるせいでちゃんと見れない。ちょっと待ってな、ちょっと待って、ちゃんと読むわ。ということで発表します。ドゥルン、ドゥルン、12月の24日、クリスマスですよ。12月24日ね。12月の24日、ちょっと待って、どこ行った。私が12月24日上上げとくな。24日13時15時45分から、真島若菜クリスマス会2024出演させていただくことが決定しました。イエーイ。キャノンブルエレメンツ、こんばんは。真島さんのクリスマスイベントに私もゲストで出演させていただきます。真島さんのオーディションはなかった。わからん。でも知らん間にオーディションされてたんかも、真島さんの脳内で。私が知らん間に。ヤフカラホー、こんばんは。そう、タレントの岡村真奈です。場所は六本木バードランドっていうところで開催されることになりました。嬉しいです、めちゃくちゃ。あの、真島さんとね、また一緒にあのいいクリスマスを過ごせるということで。あ、そうか、マウスさん確かにこの日がお誕生日か。しーちゃん、ハート、ありがとう。モロコシツッチー、こんばんは。すごく楽しみで嬉しいなと思います。ヤフカラホー、キノコ、ありがとう。ということで皆様、そうだね、確かに変わった時間だね。言われてみたら3時45分からです。ぜひ遊びに来て。しーちゃん、ハート、ありがとう。道島無敵、こんばんは。パワフルにキノコ、ありがとう。
なんかいろんなパターンの方がいると思ってて、久しぶりに真島さんを見た方もいれば、久しぶりに私を見たパターンの方もいらっしゃるんじゃない、こういうイベントだとね。うん、平日のクリスマスにデビューられそう。言っとくわそれ、そのまま真島さんにぜひ遊びに来てください。たまちゃんこんばんは。面白かったなぁ。うーかぁ、そうなんです。なのでちょっと忙しいですよ皆さん。12月の12日から18日まで東京キネマクラブ、ブルーサンタクロース、ホリエモンさんプロデュース、鈴木おさむさん脚本のミュージカルにまず出演させていただきます。ともちゃんゆきんこありがとう。いよいよ明日から稽古が始まります。そして稽古の前にもちょっと私忙しさんで、明日朝早人間なんですよ。仙人こんばんは。そうだから頑張らなきゃいけません。パワーを送ってください。めっちゃ緊張すんねんけど、明日顔合わせどうしよう。結構緊張しちゃう。そうなんだ、9回最多なの。給食って食事1回分と捉えていいのでしょうか。マナも分からへんかもそれは。まあ軽く聞けそうな雰囲気やったら聞いてみるね。そう、まあとりあえず明日は顔合わせ、そしていきなり稽古も始まるからめっちゃ緊張してる。どういう自己紹介でいこうかなと思って、皆さんなんか周りの方がもっと何々でとかご紹介ご自身でされてたら、もともとラストアイドルってグループで活動しててって言おうと思ってんねんけど、なかったら、私はプロ野球のオリックスが好きで、約5年ほど野球中継など担当していたりしているので、野球好きな方はぜひお話ししてください。今回普段は大阪に住んでるんですけど、この舞台の稽古期間のために東京に来てるので、ぜひ仲良くしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうどう、このこういう自己紹介どうかな。もうちょっとトンチを聞かせた方がいい。トンチというかもうちょっとなんかおもろい感じにした方がいいかな。なんか他なんか言うべきこと、なんかタイの話とかもちょっとした方がいいかな。むずい、どういう感じでいくかむずい、どういう感じでいくかむずい。そう、どういう自己紹介でしたらいいか難しい。なんかでもさ、最初の印象って大事やん。そう、やばい、始球式ではやばい、そのワードはさすがに出されへんけど、いいかな、そんな感じで。まあ、ホリエモンさんもね、野球好きやし、ご飯食べに来ました、タッパもあります。やばいやばいって、それ初対面はやばいって、さすがにやりすぎやって。うん、誰かに関西人なのにおもろないって言われる。あかねさん難しいです自己紹介。いいと思う、それでそんな感じよな。でもとか、なんか大人になって初めてのミュージカルなのでとかでもありかなと思ったけど、元こんばんは。まあ、とりあえず12月の12から18がブルーサンタクロースでしょ。でその後12月の24日が真島さんのイベントに出演させていただく日でね、絶対言われへん、そんな絶対言われへん、ダメです。で12月24が真島さんのイベントに出演させていただきます。12月の28日がマーダーミステリーの即興劇スターライド、あれなんだっけ、ちょっとど忘れ。うんちゃんこんばんは、ナリストもこんばんは。スターライドオーダー2が12月の28日に四ツ谷でありまして、それで今年が終わるという方向性でございます。タッキーうんちゃんこんばんは、元ハートありがとう。絶対ダメ、楽天ユニで行かへんわ。でもユニで行くか悩んでんねんな。そう、ホリエモンさん、真島さん、即興劇さんっていう流れです絶対言われへん。タンタンティーこんばんは。うん、
あ、そうだよ、ちかなちゃんにちなみに会ってちかなちゃんとも喋った。ごめん、写真撮ってないけど、ちかなちゃんと実は初めましてしました。イエーイ。で、ちかなちゃんがだからなんか待っとったのね。てか普通に待っとったら、のんちゃん待っとったら、ちかなちゃんがなんか偶然ね通りかかってくれて、あ、はじめましてってマナが声かけたんですよ。はじめましてってことね。君をもっと知りたいな。そう、実ははじめまして。ちかなちゃん会ったことないもうさ、バリバリさ配信通じて絡んじゃってるからさ、なんかもうバリバリの感じやんほんま。だから、え、逆に不思議な感じですねって向こうも言ってくださってて、はじめましてって言って、そんなちかなちゃんはなんていうの、関西にいるんじゃないんですかみたいな言われて、そう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 、ほんで、あ、今ちょうど年末まで東京来てるんですよって言って、あ、そうなんですねって言ってくれたから、またお会いできるの楽しみにしてますって言うとって、そんな話をしてたら篠原っちが来てくれて、あ、篠原さんです、なんちゃん頑張ってたね、篠原さんです、チーターですって言ってたから、そう、のんちゃん頑張ってたねって言ったら、ルカちゃんが来てくれて、で、ルカちゃんが、あ、待って、踊らなも呼んでくるわみたいな言ってくれて、なんか忙しかったのよ今日、 DVD のなんか撮影が入ってたみたいでバタバタと忙しかったんけど、みんなわざわざ一瞬のために会いに来てくれて、踊らなも久しぶりだね、まなちゃんなんかあの人ほんまおもろいよな、踊らなさ、なんか顔見たら笑ってまうからさ、あの人ほんまおもろいわと思ってどう、おもろかった、どう小田原になんかそのテンション感で聞かれたから、いや、おもろかったし可愛かったわ言うて、あんた頑張ってたやん言うて、で、ルカちゃんはすごい歌うまいねんなって言って、まだルカちゃんお芝居してるとこ初めて見たから可愛かったわって言って、で、篠原さんには明日朝からだけど頑張ってね篠原さみですって言って、で、まだルカちゃんっていうね、アイオケっていうあのアイドルさんの子がいるんだけど、で、ルカちゃんとマナティはどこで共演したのみたいな篠原っちに言われたから、共演じゃないのよって言って、で、同じアイオケさんのモカちゃんみんな誰の話してるか分かってる今、小田の主役だよ、あの獣フレンズですね、そうそうそう、で、そう、モカちゃんが紹介してくれたのがルカちゃんなのね話ついてこれてる今、京次さん、アリサ、こんばんは、そうそうそう、で、だからのんちゃんに何で共演したのって聞いたんだけど、二人は実は共演してないんだねみたいな言われて、でも篠原さんマジ LINE 返ってこへんから、あのルカちゃんとの方がなんなら LINE してるのね、そうだからルカちゃんとの方が今仲良しやわみたいな言って、あ、そうなんだみたいな、意外と意外とのんちゃんはそれに対してやきもち焼くこともなく、もうすんと、あ、そうなんだみたいなテンション感この話はどこぐらいしてるおもろすぎる、おもろすぎる、うん、あ、本当？知らんかったんや、ルカちゃんも出れたの知らんかった、じゃあもしかして、そうそうそうスタバで壁もかかった話全然違う、何聞いてたわけ一体何聞いてたん今、何の話聞いてたん一体、まだ喋ってんの聞いてた、まだミスじゃないです、全然全然まだミスの話してない、全くまだミスの話してないねんけど、とりあえず、あ、2005日ありがとう、そうそう、で、何をと思ったかっていうと、そうそうそうあ、そうなの、増田優香さん楽しみ、めちゃくちゃ、そうなんですよ、見に来てください、ぜひ、私も楽しみです、いや、何が言いたいかっていうと、とりあえず、で、そうだからモカちゃんの笑ってまえば、モカちゃんの紹介でルカちゃんに会ってんみたいな言って、あ、そうなんだ、共演したわけじゃないんだね、白原のぞみですって感じで、まあ、のんちゃんが言ってくれて何の話してる、ミヤティこんばんは、うん、歌いながら説明したら入ってくるほんでそんな感じで喋っとって、ほんで、で、まあまあ、そののんちゃんに明日も朝から頑張ってねって言って、で、ほんまでも可愛かった、まださ、もうめちゃくちゃさ獣フレンズモチベ高くてさ、え、合ってるわ、そう、獣フレンズやんな、合ってるやんな、そうそう、で、ケモフレモチベめっちゃ高かったから、まあ、な、舞台挨拶のとかも YouTube で見とってんやんか、マジファンかなってぐらい、え、てか、まあ、なこの Welcome ようこそジャパリパークの歌も正直知らんかったの、この歌ってでも7年前に大バズりしたらしい、知ってた、みんなこの歌、
私はこの歌何で知ったかというと、のんちゃんのツイッターのケモフレの宣伝してるあの動画で知ったの、この歌で。それでそのドッタンバッタン大騒ぎっていうそのワードがめっちゃ頭に残って、え、何この可愛い歌と思って、そっからずっと毎日聴いとったの。だから今日もうめっちゃ嬉しかった。目の前にあの獣の皆様が、はい、あの踊ってくださっていて、あーそれでさ、あのあれやんね、葵ちゃん結構話題になってたよね。だからそれもマジこの前知った、1週間前とかに見た、なんならその音楽番組じゃ基本流行りにあんま乗らへんから、基本的にな。そうだからあんまり正直その知らんかったの、マナその流行りが、そんな流行ってんの知らんくって、でそのサーバルキャットのちょ聞いて、話が全く分からない、どういうこと聞いて、ちゃんと。サーバルキャットのサーバルちゃんは本物なの、あの声優さんがお芝居でも主役をなさっていて、そうそうそう、でな、あ、へえ、サーバルにハマったやん、やっぱ。そうそうそう、サーバル、うわ本物やと思って、まあ、あの声のあの聞いてたままの感じやったから、あ、本物やサーバルやと思って、めっちゃ可愛かった。ゆうなこんばんは。え、ちょっと嬉しかったな。だから何が言いたいかというと、そう今日はすごい舞台が見れて楽しかったっていう話ですわ。うん、そうサーバル出てきたよ、サーバルと。いやでもほんまに可愛い、であのアフタートークもおだななとのんちゃんやって、なんか2人がええ感じに絡んでるとことか見れたのも私的にはすごい嬉しかったし、のんちゃんがマナティすぐ分かった、目立ってたよみたいな言われて、そうほんまかいな言うて、目立ってたってどういうことやねんなと思いながら、そうありがとうな言うて、そんな感じで。つがやん、特急カモメこんばんは。イヌリン選手は出てこやんかも。でもイヌリン選手蜂蜜になってんの知ってた？イヌリン蜂蜜っていうのまだ見つけちゃった。いや分からん、目立ってた覚えはないけど、確かにちょっとほんまに獣たちにまだ会えて嬉しかったから、マジ結構手とか振ってた正直そう正直ちょっと結構手とか振っちゃってたから、それがもしや 悪目立ちやったんかもしれんいやオリックスユニ着てた覚えはないねんけど、うん目立ってたっぽい。ほんまに可愛いねん、ごめん騒いであかんって分かってるよ、分かってんねんけど、ほんまに可愛いの、ほんまに可愛くて、あー可愛いと思って。あ、お疲れ様、ごめんごめんごめん、終わっちゃったイベント、ごめんね、ごめんごめん、なんもさ前触れなく、ごめんごめんごめん、終わってもうた、ごめん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 、オツって感じでいいかなお疲れ様、イベント終了しました、みんなありがとうな、ほんまありがとう、今回もありがとうございました、イエーイ多分暫定1位のはずやけど、どう思う？多分暫定1位であってほしいけど、どう思う？ツッツーだ、ヤッホー何のイベントだったんはやばい何のイベントだったんはやばい。とりあえず何が言いたいかというと、ちょっとほんまごめんやねんけど、もう配信終わらなあかんうん、いやいや、マナもそのほんまゆるいべやったから、なんかそんなみんなになんていうの、ガチイベじゃなかったから、暫定1位でもあった、ありがとう、イエーイ、ありがとうございました。ごめんちょっと明日も朝早いので、ほな終わります、すいません。そう今日も相変わらず友達の家に泊まらせてもらうんだけど、そのまた友達も来てて、わかる？どういうことか。そうだからちょっとさすがに配信ちょっとありやなと思ったんで外でしたんですけど、ちょっと寒いので終わります。ゆうなだるまありがとう。だからちょっと今日なんか大家族モードっぽい、大家族ムード、え、悲観とってよ、ちょっと悲観とってよ、なんでやねんな、悲観とってよ。はい、じゃあね、ランキング見ます。みんなイベントありがとうね。まず登場人物多すぎとりあえずとりあえずモカちゃんの話は分かったやんな、さすがにな、さすがにさすがにさすがに今日出てきた子たちの話は分かるやろみんなルカちゃん、ルカちゃんとのんちゃんと小田菜奈まずがケモフレ頑張ってて、でルカちゃんを紹介してくれたのがモカちゃんOK、 はい、13位エレメンツ、ありがメンツありがとう。12位ヤフカラホーありがとう。
11位ルンルンありがとう、ルンルンありがとう。10位パーフォリンリンリリン、ヘイありがとう。9位ゴトネ、おやすみなさい。8位が上から読んでも下から読んでもロンロさん、ありがとう。7位が MOTO、 もともとモートさん、ありがとう。6位がタマちゃんちゃん、ありがとう。5位がエイジさん、ハイヒフヘホー、ありがとう。4位がドロドロドーンちゃん、ありがとう。3位が松村さん、あり松村ありがとう。そしてん、ど、待って待って、5位がエイジさん、ハイヒフヘホー、ありがとう。4位がドロドロドンちゃん、ありがとう。3位が松村さん、あり松村ありがとう。2位が高弘月弘双子ちゃん、ありがとう。そして流行る大都市先輩がずんだら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 パン、めめめやねん、ありがとう。やねんうんでした、ありがとうございました。ありがとう、イエーイ、ありがとね、ありがとう。やば、多分それもう最初の1分でその話終わったやん。ほんな本日のちょっとテンション下げるわ。じゃあ、ハッピーラッキーユキーパーソナリティーショーキングピンク人間さん発表します。テンション下げて今言ってる。 V フォントこんばんは。タルタルパン、お、ミキちゃんだ、ミキアン、ありがとうね。コップンカーありがとうございました。はい、ありがとう。ということで今日発表されました。もう一回復習しますね。12月12日から18日までは東京キネマクラブにてホリエモンさんプロデュースブルーサンタクロースをぜひ見に来てください。そして12月24日はマジモさんのクリスマスイベント出演します。ぜひ見に来てください。そして12月28日には、スターライドオーダー2四ツ谷で、マーダーミステリーの即興劇出演します。これがおそらく年内ラストだと思いますので、皆様年納めにぜひ遊びに来てください。それじゃあ今日もありがとう。そしておそらくショールームイベントは1位でした。ありがとう、イエーイ。はい、いよいよ明日からは稽古が始まりますので、頑張ります。緊張するな、頑張ります。どうだろう、ホリエモンさんチャンネルはどうだろうね。ちゃんとお化粧していかなあかんな、そんな思ったら。わからんから。ほんな、ありがとうございました。またね、おやすみ、バイバイ、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。お稽古頑張る、朝からのお仕事も頑張ります。またね、バイバイ、ありがとうございました。 See you、 またね、おやすみ、バイバイ、バイバイキーン。